8月7日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。8月6日のハイライト。6日、日中は前線で約30回の戦闘が発生しています。ウクライナ軍はクリミアとヘルソン州を結ぶ2つの橋に対して同時にストームシャドウ巡航ミサイル、あるいはスカルプイージーミサイルで攻撃しています。ウクライナ軍はクリミアの孤立、南部戦線の平坦の崩壊を目指しているものと思われます。詳しくはロシア側の爆発・炎上のコーナーで。天候に関する報告。2023年8月6日から7日、にわか雨、西部・北部、晴れ時々曇り、南部・東部、南東から南西の風、毎秒5から12メートル、最高気温39度、火曜日から水曜日、8月8日から9日、にわか雨、西部・北部、晴れ時々曇り、南部・東部、最高気温32度、木曜日から金曜日、8月10日から11日、にわか雨、ウクライナ全土、明日あたりから気温が下がり始めます。連日の40度近い気温は、双方の前線の兵士の体力を奪い、重い疲労を与えたと思われます。ロシア側での爆発・炎上。クリミアとヘルソン州をつなぐ2つの橋が同時に攻撃を受けた模様です。今ご覧いただいている画像はチョンハル橋の画像です。直撃した直後の映像もありますのでご覧ください。煙が立ち上っています。この橋は過去にもストームシャドウ巡航ミサイルによる攻撃を受けて一部が損壊して修理されていましたが、今回またしても破壊されたようです。画像を見る限り、完全に使えなくなったとは思えませんが、現時点では全面通行止めになっています。そして、チョンハル橋の北東にあるヘニチェスカの橋のミサイル攻撃後の画像です。この橋への攻撃は今回が初となります。橋梁が傾いており、崩落しかけているように見えます。反対側の車線が通行できるかどうか、この写真ではわかりませんが、手前側の車線の通行は無理なのは間違いありません。画像がないということは、反対車線はおそらく被害がなかったのでしょうが、現時点では全面通行止めとなっています。この2つの橋が攻撃を受け、先週にはチョンハル鉄道橋も攻撃を受けて、鉄道が使用不能になっていますので、現時点では道路は2本とも不通となっており、鉄道も不通であり、ヘルソン州の東部側に通じるクリミアからのルートは、現時点では全て遮断されました。残るは、クリミアからヘルソン州の西部に続く陸橋にある鉄道と道路となりますが、こちらの鉄道ルートはジーマーズの射程に入っていますので、ヘルソン州内で攻撃を受ける可能性があります。いずれにしても、クリミアからヘルソン州を通って、ザポリージャ州の前線に至る補給線の道路2本と鉄道が、現在使用不能になったことにより、南部の前線に運ばれる補給物資の7割が滞ることになります。ただ、チョンハル道路橋は、すぐにでも通れる可能性があるように見えますし、ヘニチェスカ橋も反対車線は通れそうな感じです。よって追加攻撃が行われるかもしれません。ウクライナ側での爆発・炎上。6日のロシアのミサイル攻撃は、ウクライナ空軍第7戦術航空旅団の本拠地であるスタロコスティアンティニフ空軍基地を標的にしました。
ウクライナ空軍のユリー・イグナト報道官は、ウクライナのパイロットたちは間一髪で連絡を受け、飛行機を他の飛行場に移したと語っており、航空機の損失は最小限に抑えられた可能性が高いですが、基地はかなり激しく破壊されています。この基地は衛星画像で見ていただくと分かりますが、多数の掩体壕を持つ旧ソ連時代からの航空基地です。旧ソ連時代の航空基地の掩体壕はかなり頑丈に作られているという噂ですが、年数がかなり経っているので、コンクリートなどは劣化している可能性もありますので、掩体の中に機体があった場合は被害を受けている可能性があります。報道官の言う通り、空中に避難していたのであれば機体の被害はほとんどなかったでしょう。しかし燃料タンクなどの基地設備はかなり大きく破壊された可能性がありますので、基地としての機能はなくなった可能性もあります。ロシアは6日の夜、ウクライナのインフラを標的に大型ミサイル攻撃を行いました。ウクライナ空軍司令部は下記の通り撃墜したと発表しています。 KH-101、KH-555 巡航ミサイル20発中13発、カリブル巡航ミサイル20発中17発、 KH-47 キンジャール3機中0機、シャヘド神風ドローン27機中27機。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数590名、7日間平均571名。航空機を含めた損失額は7300万ドル相当と推定されており、地上装備の損失は62台、7日間平均の損失台数は70台、主要兵器の損失数は無人機10機、戦車5両、砲22門、多連装発射機1門、装甲車両11両、非装甲車両19両、対空システム0機となっています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は62回、7日間平均は62回となっており、平均的な回数でしたが、ロシア軍は攻撃箇所を絞っているようです。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地あるいは基地に対して7回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地あるいは基地に対するもの5回、砲兵システム目標4回、電子戦通信装置1回、倉庫、弾薬庫などで5回、指揮所2回の計17回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピャンスク方面。ロシア軍はビルシャナから南下してペトロパブリフカ方向に進撃してきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。ロシア軍は数ヶ月前から新キフカに対して繰り返し攻撃を行っていましたが、ウクライナ軍の堅固な陣地を突破できず、迂回を計画したと思われます。次の映像はこの付近で撮影されたものです。ロシア軍戦車が激しく破損した状態で路上に残骸を晒しています。スワトバ方面。6日、ウクライナ軍がカルマジニフカを攻撃したことが新たな写真で確認されています。カルマジニフカ近辺では、ウクライナ軍がゼレベッツ川の西岸を奪還した模様です。ロシア軍はこの日は、
積極的な攻撃行動を行っていません。クレミンナ方面、この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに確認されていません。シベリスク・リシチャンスク方面、ロシア軍はベロホリフカ地域に対して8月に入ってから激しい空爆を繰り返し、4日からは地上部隊により大攻勢をかけており、激戦が続いています。この付近の戦いはこの方面にとっては極めて重要ですし、ロシア軍が規模を拡大して攻勢を仕掛けてきておりますので、拡大図を作成しました。町や地形が分かりやすい航空写真地図を使った戦況図としております。ロシア軍は5日から攻撃の規模を拡大して、北と東からベロホリフカに部隊を進めています。ロシア空軍、正式にはロシア航空宇宙軍の空爆もベロホリフカ周辺のウクライナ軍陣地及び砲兵陣地に対して激しく行われており、地上部隊は何度撃退されても繰り返し攻撃を行っています。北側でロシア軍は堅固な北側高地陣地への正面攻撃を避け、平地にある北東平地陣地に対して攻撃を行っています。ウクライナ軍は北側高地陣地の援護を受けながら北東平地陣地2列で抵抗を続けています。北東平地陣地の1列目は4日のロシア軍の攻勢で突破されています。東側ではウクライナ軍は工場地帯を奪われて、部隊を中央高地陣地と採石場陣地に下げて防戦中です。中央高地陣地も採石場陣地も高地を使った陣地となっており、容易に落とすことはできないでしょうが、ロシア軍は工場地帯に大量の部隊を集め、繰り返し攻撃を行っています。またロシア軍はベロホリフカの北西セレブリャンスクの森にも激しい空爆を仕掛けて地上部隊を前進させており、ロシア軍はドネツク川に近づいています。一部ではドネツク川に達しています。ウクライナ軍はドネツク川沿いに部隊を配置して陣地を構築して、ロシア軍の渡河攻撃に備えています。ウクライナ軍砲兵隊はベルヒノカミアンカでロシア軍迫撃砲射撃陣地3カ所とロシア軍の軍用トラック数台を発見し破壊しました。この方面ではウクライナ軍のドローンがかなり活躍しており、ロシア軍の電子戦はあまり機能していません。6日にロシア軍はスピルネとロズドレフカに対しても地上部隊による攻撃を行っており、ウクライナ軍と戦闘が続いています。ウクライナ軍はロシア軍の攻撃を報告していますが、撃退は報告しておらず戦闘中と判断しています。東部バフムト、アルチェモスク方面、バフムト市内及びその周辺の戦況です。バフムトの北西部に関しては本日動きが報告されておらず、ロシア軍、ウクライナ軍ともに攻撃を行っていないようです。バフムト市の南側ではロシア軍がクルドゥミウカに攻撃を行ってきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。ウクライナ軍は激しい砲撃を受けており、クリシチウカでは動きがほぼ止まっています。クルドゥミウカではウクライナ軍の攻撃が続いています。しかしこちらも
ロシア軍の砲撃と空爆でほとんど前進ができない状況で、ウクライナ軍の攻撃に進展はありませんでした。東部ドネツク市方面北側、ウクライナ軍砲兵隊はノボサリフカドルハの町にあるロシア軍の大規模な砲兵陣地を砲撃し、破壊することに成功しました。ロシア側は複数の砲と陣地内にあった弾薬庫を破壊されています。ロシア軍は6日もアウディーイウカの南東側に攻撃を仕掛けていますが、いつも通り攻撃は失敗に終わっています。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は6日もクラスノホリフカの南東からクラスノホリフカを攻撃していますが、ウクライナ軍により撃退されています。同じくマリンカにもロシア軍は攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されています。ウクライナ軍はゲリラ戦術で町の中で地雷などをロシア軍の移動ルートに密かに埋設するなどして、ロシア軍に少なからぬ損害を与え続けています。マリンカ市街で地雷を踏んで大破するロシア軍戦車の映像です。ベリカノボシルカ攻撃軸東軸、この攻撃軸では地上部隊による攻撃が行われていませんが、砲兵隊は激しく砲撃戦を行っているようです。ウクライナの砲兵隊がシェフチェンコ近郊のロシア軍の大規模な防御陣地を砲撃し、陣地にいたロシア歩兵多数を殺傷しています。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸中央軸と西軸、ロシア軍は6日もスタロマイオルスに対して地上部隊による攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されています。ウクライナ軍は北、西、東からウロジョイナへ攻撃を行っています。ロシア側はウロジョイナの状況は非常に悪く、砲兵が足りないと訴えているようで、ウクライナ側はその無線を傍受しています。またロシアのチャンネルによると、ウクライナ軍はスタロマイオルスから浅瀬のモクリヤリ川を渡ってウロジョイナに侵入していると主張しています。フリアポール攻撃軸、この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに確認されていません。オリヒウ・オレホバ攻撃軸、ロボテネ近郊でロシア軍は6日も攻撃を行っており、ロボテネの南東から北上しウクライナ軍の側面を攻撃しようとしましたが、撃退されています。6日は少し不思議というか、よくできすぎた話というか、映画みたいな出来事があったようです。ロシアのチャンネルはロボテネ付近でロシア軍が敵陣の背後で作戦を実行したいと考えていたと報じました。ロシア兵はウクライナ軍の制服に着替えてウクライナ側の支配地域に入り込んだようですが、何も知らなかったロシアの無人航空機に発見され、ロシア軍の砲兵隊による砲撃を受けました。結果作戦は失敗に終わり、ロシアの偽装部隊は死者32名を出しています。そしてこの砲撃を探知したウクライナ軍は、
対砲兵戦を行い、ロシア軍の砲兵陣地を破壊、ロシア側は19名の戦死者を出したようです。そして、このウクライナ兵に偽装する作戦の実行を命令した司令官は、現在逃亡しており、ロシア軍が捜索しているようです。本当かなと思う話ですが、傍受した無線から事実であろうと思われています。南部ヘルソン州方面。本日、この方面では情報が全く入っていません。南部沿岸域及びクリミア半島についての状況。先にお知らせしていますが、ウクライナ軍はクリミア半島とヘルソン州をつなぐ2つの道路橋にほぼ同時に攻撃を行い、一部を破壊することに成功しています。現在ご覧のマップで位置関係はわかるかと思います。ロシア軍は現在陸橋を通って迂回ルートで物資を運ぼうとしているようです。戦況図のピンクの線が迂回ルートとなります。次に注目したい事柄です。モスクワのブヌコボ国際空港の滑走路が一時閉鎖され、30便以上の航空便が遅れました。すでに再開されていますが、原因はドローンだったようで、空港の近くを飛行するドローンが撮影されています。やっぱりどう考えても、モスクワ周辺の防空体制には問題があるような気がします。空港周辺は味方の航空機に影響が出るため、電子妨害はかけることができないので、ドローン対策は難しくなります。これはどの国でも事情は同じなので、方法は限られてきますが、戦時中の人なので、何とかしてドローンを抑え込まないと災いが起きるでしょう。8月6日はウクライナ空軍の日であったようで、いろいろなイベントがあったようですが、ロシア軍は西部の空軍基地に大規模なミサイルを撃ち込むことで祝っています。またウクライナ軍は映像も公開しており、この中にはナサムスなどを運用するシーンなど、珍しい映像が組み込まれていました。ウクライナ軍の AIM-132 アスラーム地対空ミサイルランチャーの映像が公開されたようです。近藤は画像しか手に入らず申し訳ありません。写真から判断すると、ランチャーはスーパーキャットシャーシに搭載され、ランチャーに2発、予備に4発のミサイルを搭載できるように設計されています。フランスから供与されたスカルプ EG ミサイルがウクライナのスホーイ24に搭載された映像が初めて公開されました。ストームシャドウ巡航ミサイルとともにすでに運用を開始しているようです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。